ゲーム業界。ここは4人の守護女神という存在が大陸を司り、そのもとにメーカーキャラが集う。このゲーム業界は下界と呼ばれる人々の住む4つの大陸と、その遥か空の彼方にある女神の住む天界によって構成されていました。女神ブラックハートが守護を司る重厚なる黒の大地ラステーション。女神ホワイトハートが守護を司る夢見る白の大地ルウィー。女神グリーンハートが守護を司る雄大なる緑の大地リーンボックス。そして女神パープルハートが守護を司る革新する紫の大地プラネトゥーヌ。4つの大陸を守護する守護女神たちは、このゲーム業界の統一をめぐり終わりのない闘争に身を焼かれながら戦い続けました。それが後にハード戦争と呼ばれる終わりのない戦いの歴史です。あなたたちもしぶといわね。いい加減諦めてやられたら。そのセリフ、いい加減聞き飽きたわ。何百年も戦い続けてきたのよ。それはこっちも同じだ。それにてめえらみたいなのを真の女神にしてたまるかよ。こんなバカバカしい戦い、いつまで続けなければならないのかしら。なら、てめえからくたばりやがれ。冗談はその下品な言葉遣いだけにしてくださる。私は成し遂げなければならない崇高なる目的のため、ここで敗れるわけにはいきませんの。うるせえ。こちとらてめえのその回りくどい言葉遣いにはイライラしてんだ。くたばれデカ父。いいではありませんの。胸とはいわば母性の象徴、女神としての器の大きさを表しているようではなくて。でもそれで言ったら、あなたが一番女神にふさわしくないのかもしれませんわね。だと言わせておけば、くだらねえごたくをペラペラと。死ね、死にやがれ。隙あり。なっ、危ねえだろ。くだらないおしゃべりをしてる方が悪いのよ。はあ、けどこんな不毛な戦い、いつまで続くのかしら。ならまずは一人減らそうじゃないか。確かに数が減れば少しは戦況が変わるかもしれませんわね。なかなかいい提案じゃない。何、みんな何を言っているの。で、誰にするんだ、その脱落者第1号は。パープルハート、ネプテューヌはどうだろう。そうですわね。このまま残られても厄介ですし、ネプテューヌで異論はありませんわ。ああ、私も異論はね。3人とも誰と話しているの。思わないでよね。一体何が何なの。てめえからくたばりやがれ。てめえ、この野郎。やあ、覚悟しなさい。
逃がす。